ここはあの下流へ流れていく瀬田川というあの大切な水をあの一滴も無駄に使わんように、またはあの洪水が起こった時にすぐ、守れるように管理しているところです。堰というのがその今はその昭和の時代にできたあの荒井堰ですけども、あの旧荒井堰というのは明治の時代にできてもう100年以上経っている施設です。であのここに作られたあの先人の方々のまあ思いとか意義とかいうのが非常にあの詰まった施設だと思っています。で我々今あのたまたまこの立場でここを管理させてもらってますけども、やはりこれがあの上流と下流をあの非常にこうあの利害関係ある中で、あの治水利水環境いろんな面を総合的にあの今管理させてもらっているというところに非常に意義を感じております。瀬田川荒井堰の役割は、大雨で琵琶湖の水の量が多い時にはたくさん流し、雨不足で水の量が少なくなると無駄な水は流さない、そして上流と下流で洪水が起こらないように水位を調整することです。最終行き着くところ、水が流れているところはあの琵琶湖の水もあの大阪湾海に行ってますので、ここの水をいかにこうあの水質もそうですし、あの下流の人の飲み水のためにいかにきれいにあの保つかというのが上流の役割だと思います。上流下流どちらの人にとってもあの、ハッピーと言いますか、あの利になるようなあのことを我々はやっぱりあの常日頃感じながらあの仕事をしているというところを、まあ、海というところのキーワードにすると考えながら、あの淡水ではありますけれども海というところからの、 あの最終的にはたどり着くところというのを意識しながらあの管理しているということになっています。海と日本。